大木の銀庫6月23日は近代日本における最初の女性の医師である。女性運動家としても知られる。なお、日本人女性初の国家資格を持った医師であるが、医術開業試験制度がなかった時代から、榎本重歩か何人かの女性医師が開業していた。西洋医学を学んだ女性医師としては、シーボルトの娘、楠本稲がいる。 願書は、再び停止で、再び却下されたり、思うにあまりはうまてよりここのごとく、急せしことはあらざりぎ。おそらくは、今後もあらざるべし。時方に、猛衆の暮れつかた、ひもろぎ落ちの喫下料を敷き、バンダの小髄金をまとうの時、天寒くしもきかあらをあっすれども誰に向かってか、衣の薄気を訴えん。満月秋風一人超然として高級に登れば、煙は、 とか、イクマンの家に、右は、ヘドも、ヨガために一般を供する、なし、親戚法有長場は一度美容に向かって言うぬ。身体これきまり百術すべて尽きぬ。肉落ちぼねかれて、心身いよいよ月光す。水や中流一丸の立つあるは客てこれど当番勝を、まかしむるの白なるを。この文面より銀庫の晩作尽きた様子がうかがわれるが、開業への思いは強く最後の手段として、 外国での資格取得も考えていたようである。前例がない理由で、開業試験願いを却下され、窮地に陥っている銀行に同乗した、実業家の高島か門は、井上より国に依頼して、内務省衛生局局長、長与先祭を紹介。銀行は工事員に入る際に、いろいろな書物を探した末、礼儀家という奈良時代の書物に、日本でも古代から、 女医らしいものがあったことを突き止め、このことを強調し、請願をした。合わせて、高島かえもんは、井上より国に依頼して、古代からの女医の史実を調査してもらい、この資料を添えて、長与局長への紹介状を銀行に持たせた。銀行に依頼を受けた、石黒忠則も、責任があるので衛生局へ行き、局長に会って頼んだところ、女は困ると言われ、女が、 医者になってはいけないという条文があるか。ない以上は受けさせて休大すれば開業させても良いではないか。女がいけないのなら、女は医者になるからずと書き入れておくべきだと食い下がった。そうである。こうして銀行と支援者との熱意に打たれた長代局長の計らいで、学力がある以上は開業試験を受けることを許可して差し支えないということになり、1884年に、 ジョイ公共が決定しようやく受験が認められる。おぎの銀行、埼玉郷土カルタ。2020年4月23日閲覧。ありがとうございます。